じゃあ今日はね、はい、テクテクすることにもテクってきた、はい、かなり荒れてきましたね。境編9本目、はい、ちょっと風強いですけど、強いですね。あの開放感がトラックも通ってるけど、はい、ちょっと声張るんで、はい、声張りましょう。テクテクすることにテクってきた9本目なんで、はい、はい、これもテクテクロードでいいですよね。ちょっと外れてるみたいですね。ちょっと違う、ちょっと外れてるみたいですね。で今回はなんと、はい、僕がマップを見て、はい、ぜひとも行きたいと言って、そうです、相当歩いてきたんですけど、歩きましたね。全然しんどくない、気持ち。これ夏は地獄ですけど、夏はやめた方がいいです。夏はもう車で、はい、ここの辺にもパーキングあるんで、はい、じゃあ、はい、小西行長屋敷跡、はい、はい、ここに屋敷が建っていた、この辺に、この辺に。昔の道幅が分かんないですもんね。いや、そうですよね。昔から4車線あったらびっくりするんですけどね。あ、そうですよ ね。そうか、あ、だから道の上に建てた可能性ありますよね。ですよね。ここにあるってことはそうでしょうね。ですよね、きっとね、はい、裏側ね、なんか工場みたいなんですけど、かここやったかですよね。ここ会社やからこっちに来てるです。 どっちでしょうね。か、ね、この辺やったっていうアバウトやからここにあるから、ね、あ、そうかそうかそうか。どこかは知らんと。あ、なるほどね、この辺やと。はい、やっぱ小西行長といえばね、はい、最後三成について負けて、はい、そうですね、暗黒寺永景ともども、はいはいはい、斬首されたね。そうなんですよ、もう切腹も許されなかったんですよ。ね、悲しいですよね。悲しいですよね。もう切腹の話はまた後で出てくるんですけど、はい、ね、武士のね、なんていうか維持というかね、はい、最後あの三成と永景と、はい、行長のね、はい、大体あのシーンがいいんですよ。そうそうそう、ね、ドラマではね実際どうやったか知んないですよ、はい、そうそうそう、お前、ね、やっぱ永景のことを責めたかもしんない。はい、お前に騙されたと。はいはいはい、永景、お前に騙されたと。お前がちゃんとせえへんからと。ちゃんとせえよと。でね、実際は分かんないですけどね、はい、で片やこの加藤清正はね、はい、もう熊本城、はい、このね、はい、別れ道みたいなのが、そうですよね、いいですよね、はい、歴史ってね、はい、え、行長ってじゃあ基本的には堺に住んどったんですか、それか飛び地っていうか。ああ、だから堺にももうおった、持ってたんでしょうね、きっとね。あ、でも、あ、でもどこで生まれたんですか、ね、幼い頃ってなってるから。はいはいはい、めっちゃすごいじゃないですか。ほんな誕生の地でもあるかも分かりませんね。ですよね、大発見ですね。大発見です。もうこういうのブラブラしてたら発見があるんで面白いですよね。あるでしょうね。でこれ来る時もね、はい、なんか鍛冶屋さんみたいなのがあったり、はい、で包丁屋さんがあったり、はい、いい町並みやし、ね、町屋みたいなのもあったしね、古い。で、あれね、路面電車、あ、乗りたいなって。チンチン電車ね、はい、あのめっちゃ最新の路面電車走ってましたもんね。走ってましたね、すごいの。あれも大概最新っぽいですけどね。最新なんですかね。確かにね。ただ路面電車ってなかなか珍しいもんじゃないですか。そうですよ、あの、はい、大阪あんまないですもんね。いや、大阪ないんじゃないですか。大阪ってやっぱあるかな。市内でも南の方、天王寺とかあの辺はあるでしょ、はいはい、ええ、門真は絶対ないですもん。門真ないです、ないです。ないです、もう必要もない。僕がぜひとも来たかったここ。そうですね、はい、ここはおすすめなんで。おすすめです。明日の動画もお楽しみ、お楽しみに。